ガールズガールズの末っ子、菱田みなみです。多分、末っ子っていう役割あとはちょっと冷静とかですかね。成長するところがアピールポイント練習とか自分の好きなものには結構もう真剣にすごく立ち向かうので成長です。アーティストだと藤井可憐さんで、女優とか演じる系だと今田美桜さんです。藤井可憐さんはこう自分の世界観をすごく持っていて、自分の見せ方もこうすごく分かってらっしゃるなって思ってて、今田美桜さんはその女優業の中でも活躍されている中、バラエティとかでもいろんな形でたくさん活躍されているので、全て含めて本当にお二人とも尊敬しています。メンバー秘密はないですね。もう多分秘密あったとしても言いません外見がすごく変わったし、あとはダンスと歌がすごく変わったと思っていて、自分の歌い方っていうのも今探しているところで、ダンスもデビュー当時は本当にみんなについていくのに必死だったんですけど、今はダンスを覚えるのも早くなってきたので、こう自分の表現とかもつけながら練習をすることができるようになりました。一言で表すと、美咲ちゃんはこう賢いっていう字、何でもこう平等にこなせるようなイメージというか本当にできる方なので、クリアちゃんは穏やかっていう字、もう見たからにその優しいオーラ、キアちゃんは踊るっていう字、キレキレが継続されているので、ヨウカちゃんは体っていう字、こうスタイルが本当に一番良くて、で身長も高い上でこうめっちゃ細い、ランちゃんは優しいっていう字、優しい笑顔の持ち主だと思うので、ゆずは女子です。ザ女の子っていうのがゆず派だと思うので、ももかは不思議ですね、ちょっと謎の一面もあったりっていう不思議な子です。とわちゃんもすごく不思議なんですけど、ダンスも結構男の子っぽいような、こう楽にすごく踊っているので、ガールズレボリューションですかね。今着てる服がガールズレボリューションの衣装なんですけど、自分自身がこの曲を聴いてすごく本当に実際に元気をもらえた楽曲で、ちょっと気分が落ちちゃった時とかこの曲聴けばすごくアップテンポだし、歌詞もこう本当に元気をもらえるフレーズが一言一言詰まっているので、ガールズレボリューションが好きです。私が叶えたい夢はドームに立つことです。やっぱり夢は大きく痛いし、いろんなところでドームに立ちたいということを言って有言実行したいです。いつも応援してくださっている皆さん、こんにちは、菱田みなみです。自己紹介します。私は食べることが結構好きで、美味しいものとかよく探してます。で最近は写真を撮ることが好きだったりしています。で特技は水泳とエレクトンっていう2段のピアノみたいなのが得意です。ちっちゃい頃からよくやっていました。これからも元気なみなみをお届けできるように頑張るので、応援よろしくお願いします。バイバーイ。